はい。スモモンガーと申します。これから私が開発しました探索のアルゴリズムについて解説していきたいと思います。えっと、まあ、私が作ったアルゴリズムの名前はクカンガルメソッドと言います。カンガルメソッドはどういうアルゴリズムかと言いますと、まずデータの探索に用いることができるというかアルゴリズムです。非常に効率的だと思います。で目的のキーと探索中のノードのキーとの差を 隣接するノードのキーのののキ差を最大値次に進む探索点を求めます探索の効率はデータの扱うデータの性質によりますが、ソートされていて、ノードのキーの差が1より3分布に従っていれば、バイナリーサーチとほぼ同等の効率でサーチできます。また、データは整っている必要がありますが、必ずしも想トされている必要はありません。まあ、ちょっとこれはわり軽い触りなので、後でもう少し詳しく説明します。 でまあ、カンガルーメソッド以外に探索って何があるかなちょっと調べてみたんですけれどもまず一番、まあ、カンガルーメソッドにとってのライバルとなる探索方法はバイナリーサーチですバイナリーサーチとはどのようなものかと言いますと相当されたデータで中央の値と検索した値を比較して探索していくアルゴリズムです、まあ、中央の値と比較してもしそれが大きければさらに中央の値と 1> 1終点のの右半分の値小さければ中央の値と一番初めの値の半分の値を探索するとまあバイナリーサーチについては様々な本で解説されていくと思うので、まあ、これ以上の深くはここでは追求しません。で二分岐とハッシュ法なんですけどもどちらもまあ カンガルメソッドとちょっとベクトルが違うんですね。まあ、カンガルメソッドは配列とか、まあ、ファイルとか、まあ、生のデータを扱うんですけど、二、まあ、分岐とか発祥はデータ構造が、まあ、ちょっと特殊なものを使うと言いますか、まあまあ、ちょっとカンガルメソッドとはベクトルが違うんで、まあ、ちょっとこれについてはこの本,本プレゼンテーションであまり触れません。というか全くこれ以上触れません。まあまあくまでちょっとまあご紹介、まあこれ。これらは非常に、まあ 重要なアルゴリズムですしまあ現にまあいろんな場面で使われていると思うんですけどもまあカンガルメソッドとはちょっとまあ相異なるアルゴリズムですねカンガルメソッドとどういうものかもう一回じ、まあ、めから説明しますまず一番初めに何をするかというと探索する配列との隣接するキーの差の最大値を求めますこれが最も重要ですこの最大値を求めることによって探索が探索したい値を 飛び越えないようにしてるんですねそれ。そのために重要なんです。で、探索は配列の先頭から開始します。で、ま、現在探索中のキーと目的地のキーとの差を計算します。求めた差をキーの差の最大値、ま、今一番初めに求めたキーの差の最大値ですね。で割り、小を求めます。小が1以上の時は小の分だけ配列を進みます。小が1未満の場合は1つだけ配列を進みます。 まあちょっと、まあ、例を出して、まあ、さっきのだと分かりにくいと思うので例を出したいと思います。例えばなんですけども、データがですね、この1 4, 10,、4、10、2、15、まあ人工的に作ったデータなんですけど、まあ並んでるとしますと。この時、まあ1と4の差は3ですよね。で、4と10の差は6で、まあブラブラブラなんですけども、まあ隣接最大のキーの最大値は57と89の間は32ですと。で、さて探索するデータが111だとしますと。一番端のデータが1なので、 データの差は 111÷32 ででの小は3なので3だけ進んで22に行きます。1、2、3で20ですね。次のキーの差は1 1 1く2 0で91なので91ですね、これ。32の小の2進んで31に行きます。1 1 1三3 1は80だから。 小の2だけ進み31から2だけ進み57に進みますまあこのようにして進んでってまた最終的に110に到達できると。まあちょっとさっきのだとちょっとわかりにくいと思うんで、ちょっとプログラムで見てみますね。まあさっきと同じですね。まず差を計算します。 で、まあ、3で6で10でって、まあ、差が出てくるんですけども一番重要なのはこの32ですねこれがまあ差の一番大きい値です、まあ、例えば111を計算したいとまず1ですねで20で、まあ、目的地の1 1 1く2十は91なんで 91÷32 で、まあ、次に進むべき値はまあ これ96だったら3なんですけどねまあ32なんでまあ91なんでまあ2しか進めないんですけどもで111-31は80なので 80÷32 で割って2ですねでまあ5454 54は残念ながら32割ってもまあ1しかな小は1にしかならないんで1ずつ進んでいって111に進むとでちょっとまあ あれなんですけどちょっとますまあこういう場合はこのようにですね差の値が全部均等だとしますねそうすると面白いことになるんですよまず一番初めはゼロですねで目的地の差100じゃないですか で進むと一発で100までいっちゃうんですよね。でまあもちろんこういう場合はまあ計算でできちゃうんでまあ無駄なんですけどもまあカンガルー法はこのようにデータが整っていれば整っているほど速いっていうことがわかると思います。このこれはこの場合は、まあ、初めから配列の まあ添え字に、まあ0をつければいいだけの話なんで、まあ、あまり意味がないんですけども、まあ考える方はデータが整っていれば整っているほど早いんですね、まあ、ちょっと他にまた例を見てみましょうえっとですね今回はこれがたんこ,のこの黒い線が探索したい点ですねここの交点で、まあ、緑色と青緑色が 黄緑色がカンガルーメソッドで青色がバイナリーサーチです。で、バイナリーサーチ見てみるとこういうふうにあのー、この線を飛び越えたりしてるんですよね。飛び越えて、まあ、少しずつまあ探っていくと。で、緑の方はどうなるってるかっていうと飛び越えないんですね。一つずつ一つずつじゃないんですけどもまあ飛び飛びで進みつつも飛び越えずにまあ なるともう一回ちょっとやってみましょうかね。もうでまず青色の方のバイナリーサーチは何,何度もこういうふうにああのまあ、この求めたいポイントを飛び越えていってるわけですね。で黄緑の方は飛び越えずに少しずつ進んでいきます。 でも速さ的にはほとんど同じですね、まあ、大体同じところを探していると思うんですけどまあこれまあ実は、まあ、だあのまあ1折り三分布なんですよねこのキーの値の差がでまあ1万点ぐらいあ750点ぐらいあるんですけど点あの配列の数がこのようにまあ 効率よく探索できるとち,ょとちょっとこれはバイナリーサーチにとって意地悪な例なんですけども今度データの値がサインカーブになってたらどうなるかなっていうのをちょっと見てみたいと思うんですね。この黄緑が、えー、とカンガルーフサーチで、まあ、あのまあバイナリーサーチを知ってる人は分かると思うんですけど、まあ、こういうデータには全くバイナリーサーチは役に立ちません。 で、カンガルーメソッドはどうかというとこのように飛び越えないんで少しずつ近づいていってで、まあ、重なるとでまあ交点を交点というかまあその探索したい値を見つけることができましたとまあこれがまあ カンガルー法の特徴でして、データが整っている、サインカウンみたいな整っているデータであれば、たとえ、データがソートされてなくても、こっちの方が大きいですよね。またこっちの、左側の方が大きい山があるし、右側にもまた、最後には登っていくということで、ソートされてないんですけども、探索することができると。これが このアルゴリズムの特徴ですねで。バイナルメソッドの長所をまず言っていきたいと思います。特にカンガルメソッドの長所ですね。特にバイナルサイトの比較として。まず逆行がないことですね。まあうん バイナリーサーチの場合は、あのまあ、中央を求めていくんで、逆行が必要なんですけども、カンガルメソッドは逆行必要ありません。なので、まあ、外部ファイルとかを読み込むときには、まあ、こちらの方が有利かなと思います。あと、データの終了点を知っている必要がありません。バイナリーサーチはまあ絶対知っている必要があるんですけども、まあ、カンガルメソッドの場合は終了点を知っている必要はないと。で、さらに、データを整っている必要がず数も相当されている必要はないと。 ということです、ね、まあさっき見たんですけど、まあ、例えばサインカーブのデータとかだとですねバイナリーサーチは全く働けないんですけども、まあ、カンガルーメソッドはまあ整っ、まあ、サインカーブは非常に整ったデータなんで、まあ、非常に早く、まあ、データを探索できるということですねでまあデータが整ってさえいればバイナリーサーチとほぼ同等の速度が得られますとでフログカンガルーメソッドの短所ですね まずあらかじめ隣接する濃度のキーの値の差の最大値を知っていくありますこれが一番まあ何と言いますか癖物でして、まあ、普通にキーの値の最大値を計算すると、まあ、線形探索と同じだけの時間がかかってしまいます。なので、まあらかじめキーの最大値が分かってるかまたは、まあ、一番初め遅くていいんですけど、まあ、何回も探索する必要があってまあ 一番初めにキーの値の差の最大値を、まあ、あらかじめ計算するのが苦にならない、まあ、何回も探索するから必要、まあ一回初めの1回だけ最大値を計算すればいい、まあ、そういう場合に使えますでデータの形状によっては、まあ、端子を振ったその2なんで効率的に探索できない場合があります、まあ、どういうことかといいますとちょっと例えばなんですけどもこういうふうに1つだけ まあ、大きく、まあ、データの隣接する濃度のデータの差があったとしますねそうすると例えば100を計算したいんですけども9 8 0十1 0 0で割ると1ですよねまあ0なん、まあ、もっとゼロなんゼロに非常に近いんですけどで1つ一つしか進まないんですよということで、まあ、データの探索点 があ隣接するキーの,キーの値の差が一つだけとてつもなく大きかったりすると、まあ、うまくいかないとこれがちょっと、まあ、バイナリーサーチーにはないカンガルー法の弱点ですねでちょっと、まあ、まあ軽くなんですけど、まあカンガルーメソッド をまあ、応用というかまあもう応用というか本当は探索の方が応用でもともとは画像処理をやのために作ったのがあれなんで、まあ、応用っていうのも変なんですけどもまあ多角形とさまざ、あ、まな図形との工程を求めるのに使うことができますということなんですねカンガルーミソと実は。多角形と様々な工程を求めに使う具体例として円と y 切片の工程を求めてみますと。 えっとこれですね、まあ、さっきと何か似てる感じなんですけど、まあ、この赤が探索中の点ですねこういうふうにああこ,こういうふうにぴょんぴょん飛んでってで y 切片をまあ見つけることができるとでこれまあ注目したいのは この Y 切片と離れている場合は非常に多,多く飛びますね。でその飛ぶ,値飛ぶ値がどのようにして求まっているかというとその隣接するノードのキーの差の最大値なんです。まあ、この場合は辺の最大値になるんですけども、まあ、それで割ることによって、まあ、飛び越えないで飛ぶことができる、まあ、ジャンプジャンプして探索するんですけどもその飛び越えることはないということですね。 それが非常に重要ということです。で、ご清聴ありがとうございました。できればホームページの方もご覧ください。本当ありがとうございました。じゃあ、これで終わります。